国頭村にあるゆいゆい国頭道の駅に来ました。今朝9時ですね。美味しい食材があるか、どんなのかったかな。美味しい食材があったら買いたいな。これかカフェ&コーヒー M 宮里。ということは中でも食べれるってことなの、それとも隣。ほらこれ国頭ドーナツ、あまだ準備中になってる。国頭ドーナツを買いに来ました。でも開いてないぞ。全部で5種類あるんだ国頭ドーナツ。国頭ドーナツっていうのはこの店で作ってるんですか。他には売ってないってことだよね。はい、すごい。これパンが高いね。これね、パウンドってもあるんだ。パウンドケーキってもあるんだね。はい、お花も綺麗。国頭ドーナツを買いました。花が綺麗。ハイビスカス。これ何？隣のやつ。めちゃ綺麗にしてます。で、ちょっと隣はカフェになってるので隣でコーヒーを取って飲むことも食べることもできるみたいですね。よし、帰ろう帰ろう。どっかでコーヒー飲みながらさ食べようぜ。セブンイレブンに行ってきます。僕が一番最北端にあるコンビニになっています。セブンでコーヒーを買おうかな。セブンイレブンいい気分。はい、まあ、58号線沿いのパーキングがありましたんでそこで食べたいと思います。たまには車内じゃなくて車外でね出て食べるのもいいかなと思って、こんな感じで食べたいなと思います。ちょっと絶景ですね。綺麗だよほら、海、海が綺麗。こんな感じです。なんかあの辺アサリがいそうだな。潜ってみようかな。こっちです。国頭ドーナツ。すごいね。国頭ドーナツは卵、乳製品を使わず、島内産の天竜粉というのきび糖、タピオカ、地元の豆乳を使い、香りの良いオーガニックのココナッツミルクを生地に込み込む、とても体に優しいドーナツって面白い。こんなのが入ってます。種類はね、全部で5種類あったので。5種類じゃ買ってきました。国頭ドーナツ、プレーン、チョコ、タンカン、これみかんね、タンカンはね、パイナップル、カラギっていうのが沖縄で採れるシナモンだね、を買ってきました。沖縄のみかん、タンカンを使ったものから買ってきました。こんな感じです。シンプル食べたいな。ドーナツ、水がないと飲めないと食べない切れないドーナツ。最近流行りの生ドーナツってあるじゃない、うん、ああいう柔らかいタイプじゃなくてずっしりしてる。カンカンの味もほのかにしていい。美味しいよ。じゃあやったことないんだけどアサリがもしかしたら違ういるかもしれないのでちょっとやってみようかな。いないかもしれない。ちょっと試しにやっていきます。何もいませんでした。かやうちバンタに行きます。バンタのこのすげえな、なんかね、これは人力で掘ったとかなんだったかな。これがね、好きなんだよね。書いてた、書いてあった。バンタの駐車場イラマ集落の幸福発明段階でペロンテロ戻る道と呼ばれてた。ほら岩をやっぱし崩れて道幅を広げる工事をしたんだよ。昔ここは中に出たそうです。今いるところはこっちが辺戸岬。今沖縄本島といったらこの辺りにいます。立派な松だね。茅道番田行ってみましょう。一部屋は東屋がありますよ。
ロケしてなかった。危ない危ない。あ、恐竜が逃げていく。すげえ、もっといるんじゃない。このエリアで行ってみて。ほら、ちょっとぐるーっていったらここにもいます。こんなエリアにメスとオス、ちょっと違うのと、あのちっちゃいのと、まだ、あ、食べよった今。ちゃんと映るよった今。映ってんじゃない。映ると映るった。5メートルだよ、5メートル。5メートル範囲内に。ちょっと走ります。カヤウチバンタン。絶景だね。ここは絶対来た方がいいと思う。うん、沖縄のターザンっていう、最近テレビに出たり、YouTube やってるのがいるじゃない？キジね。キジ。キジより俺、木登りとかが見つけるの上手いだけ。キジは遠くから見つけるから。いやいや、10メートル以内で4つ見つけたんだよ、4つ。すごい、それは。すごいよね。まあ、それがすごいっていうより、やっぱ自然がすごいんだろうね。うん、全然違うわ。俺なんか小さい時は、南部もね、いっぱいいたのにね、全然見かけないんだよ。前にも1回動画あげたんだけど、私の知り合いに、このトカゲ捕りの名人がいて、小学校の時だ。もう1日にね、20匹とか捕る。20匹とか取ってね、俺なんかこれこうやって尻尾つかまえて、これこれの収穫を持って歩くやつ。めっちゃ昔はね、取り寄ったんだよね。もういなくなったね。そう、取る時は長い竹竿の細いところにね、クバの葉で輪っかをつけて、この輪っかで輪っかを首に入れてシュッと行く、こんな感じでね。それはいいでしょう。次、前ヘド岬は行ったので、ヘド岬は行かなくていいよね。うん、でヘド岬なしでこのまま国神の鯉のぼり祭りやってるっていうので、そこに行ってみたいなと思います。子供でもないんですけど、楽しんでいきたいなと思います。大責任さん、また今度行こう。うん、暑いからやめた。食材があったら買いたいな。